なもハマってくれると嬉しいな。私の誕生日、ケーキとハンバーグ食べ放題。ケーキもハンバーグパンもすっごく美味しかった。みんなありがとう。おたえが気に入ってくれてよかった。ケーキはリミリンとアリサが買ってきてくれて、ハンバーグパンは私とカスミで作ったんだよ。改めてお誕生日おめでとう、おたえちゃん。おたえ、おめでとう。カスミは今日10回以上言ってないか。何回言われても嬉しい。じゃあおめでとう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 。なんか早口言葉みたいになってるぞ。美味しいものも食べたし、みんなで歯磨きしない？ここにある歯磨き粉から選んでいいよ。アリサは抹茶味にする？歯磨き粉？最近30種類の味がある歯磨き粉にハマってて、食べた後の歯磨きが癖になっちゃった。30種類？そんなに味があるのか？そんなにあるなら毎日違う味で歯磨きできちゃうね。クリームソーダ味、キーマカレー味、おしるこ味、あ、焼きとうもろこし味なんてのもあるよ。みんな使ってみたいのあったら言ってね。貸してあげる。じゃあ私はフルーツヨーグルト味。それ私のおすすめ。歯磨きした気にならなそう。試してみたら変わるかもよ。それもそうだな。いや、どうだろう。じゃあ私はチョコパフェ味を借りるね。どうぞ。みんなもハマってくれると嬉しいな。外は寒いけど、アリサの蔵はあったかいんだよ。ありがとう。早速開けてもいい？はい、気に入ってもらえると嬉しいです。うわぁ、うさぎの形のおまんじゅうだ。この前ラスで遠征ライブ行った時に2人で見つけたんだ。このうさぎたち可愛すぎて食べるのがもったいない。中身はあんこ、お芋、いちごの3種類あるんですよ。そうなんだ。ちょうど3種類だし、一緒に食べようよ。いやいや、さすがにそれは悪いです。でもみんなで食べた方が美味しさも3倍になると思う。確かに。それに誕生日の花のお願いってことなら断れないな。それもそうですね。せっかくなのでいただきましょうか。それじゃあみんなでいただきます。マリーの首のふわふわ、あったかそう。ギュッてしたい。